エリザベス・エス・スペルキは、ハーバード大学心理学部門の認知心理学者で、発達研究実験室の指導的研究者である。1980年代以来、乳児や幼い子供で実験を行い、その認知能力を調べてきた。人が多くの性得的な心的能力を持っていることを発見した。近年は、男性と女性に認知差があるかどうかという議論に重要な役割を果たしている。 擁護している立場はいかなる科学的な証拠も男性と女性の知的能力に有意味な隔たりがあるとは示していないというものである。スペルキはハーバードの学部生だった時子供心理学者ジェローム・ケーガンの下で研究を行った。その卒業論文で赤ん坊の持つ愛着と情動反応を研究した。そこで気づくに至ったのは赤ん坊が真に 何を理解しているのかという考えを持っている必要があることだった。そのため、子供心理学の認知的な側面に一生の興味を抱くことになった。コーネルの PhD 課程では、発達心理学者エレノア・ギブソンの元にいて、ギブソンからは、幼い子供で実験を行うときいかに計画すれば良いのかを学んだ。最初のアカデミックポストは、ペンシルベニア大学で、 そこに9年間従事した。その後、まずコーネルに、それからマサチューセッツ工科大学の脳認知科学部門に移った。最終的に2001年にハーバードで地位を得た。2009年度のジャンニコ賞を受賞し、フランス国立科学研究センターの主催で連続講義を行った。2016年ハイネケン賞を受賞。 発達研究実験室で行った実験は赤ん坊の認知能力を導き出そうと試みるものであり、ロバート・ファンツの開発した先行中止法を用いている。これは赤ん坊に様々な画像を提示し、注意の固定している時間の長さを測定することで、どれが最も本人の心を動かしたのかを推定するものである。例えば赤ん坊に常に 一定の数の物体がある画像を繰り返し見せる。赤ん坊が純化した後、それよりも物体の数が多かったり少なかったりする別の画像を提示する。赤ん坊がその新しい画像をより長い時間見たとしたら、研究者は赤ん坊が量の異なっているのを区別できると導き出せる。一連の同様の実験によって、スペルキは赤ん坊が高度に洗練された制徳的な 心的技能を持っていることを示唆するものとして自身の証拠を解釈した。これは、ウィリアム・ジェームズが作った仮説に対抗するものである。そのジェームズの仮説は、赤ん坊は独特の認知能力を持つことなく、生まれ、教育と経験によってのみそれらを獲得すると主張していたおみよ。二千五年、当時のハーバードの学長ローレンス・サマーズは、科学や工学の高い地位を見ると男性が、 女性に優越していると推測した。彼の推量によると男性集団と女性集団とでは生徳能力のばらけ具合に統計的な差があってそれが重要な役割を果たしているのだろうということだった。この言葉はすぐさま波紋を呼んだ。スペルキはローレンス・サマーズを球断する側の一人でこの問題についてスティーブン・ピンカーと公開討論を行った。スペルキは 自身の実験が明らかにしている通り、男性と女性の持っている心的能力に差はないと述べていた。ありがとうございます。